こんにちは、千鳥カルテットです。みんな出てきません。私一人です。寂しいですね。今日はリングトーンボリューム9解説動画をお送りします。これは、11月30日にアウトした、ボリューム9の解説動画ですが、12月ぐらいにこの動画が上がっているはずだったというこの想定の選曲ですというのも織り交ぜて喋りたいと思います。1曲目は、乾杯の歌です。これはですね、私の作曲なんですけど、私のやっている、ピチェボというバンドの曲でして、セカンドアルバムにも入っています。それには歌詞もついていてね、可愛い歌詞なんですが、さっき言った通り、12月にこの動画を見てですね、忘年会、新年会などこの灰を鳴らす時にと思って選曲したんですが、2021年の、大晦日は千鳥カルテットは札幌に行きまして、札幌の有名なライブハウスクーさんで、その札幌の仲間たちと楽しいライブを送り、その後ですね、ジンギスカンで乾杯しましたね。とても楽しい演奏旅行だったんですが、なんとですね、これ元旦に、東京に帰る組が2組いたんですけど、まあニュースにもなってましたけど、例を見ない大雪で、飛行機が元旦だけ飛ばず、その後その2組はまあ大冒険ということに相なったんですが、まあでもね、とっても楽しい旅行だったので、きっと語り継がれる旅行なんじゃないかと思います。では次の曲、ジングルベル。皆さんご存知のジングルベルですが、演奏もね、アレンジもよくできてまして、リングトーンでは30秒という枠があるのであれなんですけど、実は今日は楽しいクリスマス、ヘイまで録音してるんですね。なのできっといつかそのフルバージョンというか、まあといっても1分ぐらいですけど、それを皆さんのお耳に届ける日が来るといいなと思っています。千鳥のお得意の打楽器をそれぞれ皆さん何か鳴らしていて、といってもいつもの通り高級楽器は登場いたしません。その辺にあった鈴とか、あととある人はあれだな、お財布から金運アップみたいな鈴を、こうちっちゃい鈴を取り出してマイクにこう近づけて演奏したりしていましたが、これも着目してもらえるといいかなと思います。3曲目は、ラゼツキー行進曲です。作曲はヨハン・シュトラウス一世という方が、ウィーンの方ですね。ウィンナーワルツを確立した人と言われてますが、確立したという通り、この方はですね、ワルツの父と呼ばれています。そしてですね、なんで、この曲を選んだかというのは、この大晦日にですね、ジルベスターコンサートというのがよく、やっていて、私もちっちゃい頃から見ていたんですけど、もともとジルベスターっていうのはドイツ語なので、ドイツなどではやってるんですけど、日本でもやっていまして、0時に合わせてね、曲を演奏するんですよ。ちゃんとこうその何分の曲だからってこの見据えて、でまあ0時ぐらいにこうちょうど終わると、やん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 の拍手で、ちょっと時間余ったりなんかすると、それはそれで面白いんですけどね。アンコールでラゼツキー行進曲というのがお決まりなんですけど、私もね、ちっちゃい頃から、チェロを始めて、ジュニアオーケストラで最初にやったのはラゼツキー行進曲でしたという思い出深い曲でもあります。3曲にプラスして、千鳥効果音というのをまた今回も入れています。
今回はね、あのベートーベンの運命を入れましたが、こう皆さん ご存知のジャ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 ンね、これ年末といえば大工といえばベートーベンということで入れたんですけど、運命やっぱりこの一節でね、なんというか心をつかむというか持っていかれる素晴らしいフレーズですよね。まあこれ着信音で連続してなったりするなすると面白いんじゃないかと思うので、ぜひ試してみてください。次回は3人が戻ってきてくれることを祈って、また次回お会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。